い、どうもこんにちは、岩下スティーブンです。さあ、今回はね、戦わなければ生き残らないというわけで、ソードを送るに来る仮面ライダー龍騎集めの戦いがとりあえず終わったんで、集めてきたライダーミラーモンスターたちをざっくり紹介していきます。というわけで、まずは主人公の仮面ライダー龍騎とその契約モンスターで赤いドラゴン型のミラーモンスタードラグレッダー。ドラグレッダーがまあ長くてポーズつけるの難しい。装備関係はこの3枚。ドラグレッダーの尻尾を使ったドラグセイバー、外さなくてもちゃんと専用のものがついてる。さらにこれはちゃんと外さないといけないドラグシールド。さらに頭部型の武器ドラグクロー装備。ちなみに契約していないブランク状態もあるし、ブランクの時に使っていたこちらライドセイバーも付属。さらにライドセイバーはもう1本折れた状態も入っています。そしてドラグバイザーツバイにサバイブ劣化を読み込ませることで強化フォームの龍騎サバイブで、ドラグレッダーはドラグランザーに。レッダーと比べればデカさは一目瞭然。ミラーモンスターもかなり強化されます。そしてドラグランザーはバイクにも変形するし、これね、ドラグバイザーツバイの刃部分が展開した状態のドラグブレードもついています。続いて仮面ライダーナイトとコウモリ型の契約モンスターダークウィング。ダークウィングとのサイズ感なんかもいい感じで、カードはこれ、ダークウィングの尻尾を拝借した武器のウィングランサー。結構デカめのランス。さらにこいつで背中についたダークウィングが羽を閉じてシールドになる。もちろんつけたままこうバサッとね、翼を広げてかなりダイナミックにもなるし、翼じゃなくてマント状態にもなります。ちゃんとダークウィングの顔もついてる。さらにファイナルベントを使った時の飛翔座もこのパーツに乗って再現可能。ちなみにファイナルベントのカードの方だけど、まあまあしまい込んでるカードデッキの中に入ってるんで、まあちょっと割愛。そしてダークバイザーツバイにサバイブ疾風のカードを読み込むと、強化フォームのナイトサバイブ。さらにダークウィングもダークレイダーに進化。こっちも相当でっかくメカメカしくなってますね。そしてダークレイダーも結構でっかく鋭いバイクに変形できます。あとナイトのダークバイザーツバイもこんな風に変形して、こちらのカードを使った状態にできます。あとはこっちもファイナルベントを使った時の技、疾風弾を再現するパーツも入っています。ちゃんとそこそこでっかいんだよね、これが。続いて両方とも結構メカメカしいね、シルバーとグリーンの仮面ライダーゾルダ。そしてバッファロー型の契約モンスターマグナギガ。両方とも緑なんだけど、それぞれ緑感が違うね。このマグナギガがなんともロマンの塊で、ファイナルベントでマグナギガの背中にマグナバイザーを差し込む。そうするとあらゆるところが開いても全部っぱの必殺技エンドオブワールドができます。さらなるロマンで、マグナギガはもう全身が武器になってる。シュートベントが2つあって、こっちを使うと両腕が変化したギガランチャー、これを持って自立できんのがすごいな。さらにもう一個のシュートベント、これ足が変形したやつ、両肩に担いでるギガキャノン、これも自立できんのすげえな。さらにガードベントでギガアーマー、棒を使って立たせることができる。あとは劇中で使っていないらしい頭が変形したストライクベント、接近戦武器のギガホーン。ホーンでこっからなんか撃てそうな感じあるけど、特になんか使っていないらしい。ロマンあふれるいろんな武装が使えます。さあ、お次は金というか、まあブロンズかな。ブロンズとシルバーのライダー仮面ライダーシザスとカニ型の契約モンスターボルキャンサー。ボルキャンサーの方が背丈がちょっと大きい。メタリックな本人と違ってキャンサーの方はオレンジ色。まあ本編では割とブロンズに近い感じかな。で、装備はストライクベントを使ったシザースピンチ。ピンチっていうのは危ないじゃなくて挟む方ね。ボルキャンサーの腕を装備しています。さらにガードベントで腕にシールドを装備。これはボルキャンサーの背中から拝借したシェルディフェンス。ガードとストライクの装備がちゃんとある。さあ、お次はここです。祭りの場所は紫の仮面ライダー王者、そしてコブラ型の契約モンスターベノスネーカー。ラブコフの先輩というか、まあヘビモチーフのライダー。ベノスネーカーの方は体の構造的にはあのドラグレッダーと大体同じ。レッダーと違っても完全にヘビなんで、特に手足がなくてひたすら長いボディで、ソードベントを使って装備ができますベノサーベル。ここら辺も結構システム的には龍騎に近い。尻尾の先端部分が武器になっています。ただ尻尾用とソード用だと全然色が違うんですよね。ソード用の方は結構ゴールドに近い感じ。ベノスネーカーまだまだギミックあるんだけど、それ後にしておこう。
さあお次はピンクというかマゼンタに近いのかな、ピンク系統の仮面ライダーライアで契約してる A 型のミラーモンスターエビルダイバー。 A がモチーフってライダーもなかなかいないからね。こっちもライダーとモンスターで色合いが微妙に違う。エビルダイバーのデカさがいいね。でスイングベントを使ってエビルウィップを装備。エビルダイバーの尻尾がムチ型の武器になります。で実際これ乗るのはファイナルベントの時だけど、背中が平べったいんでサーフィンのように背中に乗れます。一応固定用のアタッチメントなんかもついてるけど、これ使わなくても意外といけるね。続きましてどっしり感のあるシルバー、仮面ライダーガイとサイ型の契約モンスターメタルゲラス。両方ともシルバーでなんかいかにも甲冑っていう感じの頑丈さがある。ガイの左肩というかこのメタルバイザー好きなんだよな。赤いトゲというか角がそびえ立ってる感じがすごいかっこいい。メタルゲラスの方もなかなか重量がありそうな見た目。そんでストライクベントを使ってメタルホーンを装備。メタルゲラスの頭をひっぺがして使っています。でベノスネーカーエビルダイバーメタルゲラスといえばやっぱりこれね、ユナイトベント。これを使うことで3体が合体してジェノサイダーの出来上がり。3体のモンスターが合体して、まあそれが再現できるのはほんと最高。合体したからサイズもだいぶでっかいわ。ちなみにバイクにしたり合体したりっていうところは今回割愛しています。長くなるんでちゃんとこれね、胸のパーツを外してボコッと穴が開いた状態のものがついています。こっちはちゃんとファイナルベントあったわ。ファイナルベントを使ったドゥームズデイ。さあもうそろそろ終盤に差し掛かっているのかな。どうだこれ、銀青の仮面ライダータイガと契約してる白虎型のミラーモンスターデストワイルダー。デストワイルダーって名前がかっこよすぎる。虎モチーフというか白虎なんで結構な感触系。こっちもモンスターの方がちょっぴり大きい。そしてストライクベントを使ってデストクロー装備。腕につける爪型というかクロー型の武器ってのも結構ツボ。あと単純にこのストライクベントの絵柄がすごい美しいんだよね。左右対称でなんか爪がぶつかり合って火花が散ってる感じ。もろにデストワイルダーの腕を使っています。でこの人ら仮面ライダーではなくて疑似ライダー、ライダーに近しいもののオルタナティブとコオロギ型のミラーモンスターサイコログ。オルタナティブ俺これどっちにしたっけな。シールの貼り方とかパーツの組み合わせでオルタナティブかオルタナティブゼロかって選べるんですよね。で僕はそんな中でゼロを選んだのかな。そしてさすがにオルタナティブのカードは CSM がないんでホイールベントを使ってサイコログをバイク状態に変形。さらにソードベントでスラッシュダガーも装備。オルタナティブ関係も本当抜かりない再現。お次、竜気系のライダーの中では結構生物感が強い仮面ライダーインペラー。そして霊陽型の契約モンスターギガゼール。ギガゼールは体格というか身長がほとんど人間より。でスピンベントを使ってガゼルスタップを装備。これは多分ギガゼールの頭から取ってる感じかな。螺旋状のドリル型がかっこいいね。そしてギガゼールには他の霊陽型のミラーモンスターを操るっていう能力があるんで、劇中に登場した他の4体メガゼール、ネガゼール、マガゼール、オメガゼールと劇中に登場した他の4体もゼールセットとして立体化されています。ゼール系並べるとやっぱりすごいね。お次、この人たちはもう最近紹介したばっかり、劇場版&テレビスペシャルセットに収録されています。メタリックなシルバーとグリーンの仮面ライダーベルデ、カメレオン型の契約モンスターバイオグリーザ。そう、前回の補足的なところなんだけど、このバイオグリーザの足、確か紹介した時はももの後ろのところになんかフックみたいなパーツついてるけど、これなんだろうって言っただか疑問に思ったんだけど、どうやらこの緑のところが本来の足っぽいね。黒い部分はまあスーツアクターさんの足が入ってるんだけど、なんかスプリング的な意味合いらしい。だからこの黒いところが一見足に見えるんだけど、実際はこういう人間の関節では無理な足をしています。人間では無理な構造をこうやってスーツで再現してるんですね。でホールドベントを使ってヨーヨー型の武器バイオワインダーを装備。おそらくバイオグリーザーの目。グリーザー側も負けじと舌を伸ばしています。あとはクリアーベントを使って姿を消すこともできます。大体この辺に、あ、倒した。お次は真っ白な龍騎の中では唯一の女性ライダー、仮面ライダーファムと白鳥型の契約モンスターブランウィング。鳥型のおもちゃでこういう羽が羽ばたくっていうギミックなんか好きなんですよね。でソードベントでウィングスラッシャーを装備。ゴールドのなぎなたっぽいような感じでブランウィングの羽の縁のところが多分モチーフ。もう一個ガードベントを使ってウィングシールドを装備。これはもう丸々ブランウィングの背中。お次は龍騎とウリ二つ真っ黒の仮面ライダー龍が。で、契約モンスターも真っ黒いドラゴンのドラグブラッカー。黒くなったプラス金のラインが追加されています。で、体型も龍騎と比べるとちょっぴりガタイが良くなっていて、この辺はスーツアクターさんの違いなんかを表現してるとか。で、装備関係も龍騎とそっくりでソードベントとガードベントを使ってこう。特に名前は変わらずドラグセイバーとドラグシールドを装備できます。そしてストライクベントのドラグクローも色違い。まあ、色が違うってだけでもかなり印象変わりますからね。
そして最後はもちろんこの人、仮面ライダーオーディン。そしてフェニックス型の契約モンスターゴルトフェニックス。色の方は茶色と金っていうのはそんな派手ではないんだけど、不思議となんか強者感があるんですよね。ズリーね、なんか一人だけ金色の V バックル。ゴルトフェニックスも不死鳥だけにだいぶ神々しい。で、ソードベントでゴルトセイバーを装備。フェニックスの翼の上のところを拝借したこの双剣。剣としてのサイズもなかなかでっかいね。さらにガードベントでゴルトシールドを装備。これもフェニックスの背中から丸々もらってるんで結構でっかいね。はい、そんな中で一通りざっと紹介したんで13ライダー大集合。13ライダーで検索すると結構大集合画像が出てくるんですよね。これは何の並びというか、まあ大体ベルデがいるってことはテレビスペシャルなんだろうな。龍騎から始まってベルデまで結構遠いね。あとは V 字で各々ポーズをとってる並び。並びで言ったら僕はこっちの方が好きかな。斜め一直線と違ってみんなそれなりに見やすいし、あとポーズをとってるからそれぞれなんとなく個性も出てる。並ばせるんだったら僕はこっちかな。本編ではみんなこんな協力的に並んでくれること絶対ないから、こういう並びになるとどうしてもオルタナティブがあぶれちゃうんだよな。集合写真的な感じで丸の中に入れといてやろう。そしてミラーモンスター大集合。こういうごちゃごちゃした並びは好きだね。おっと、こいつの角が取れていた。おお、危ない、怖い怖い怖い。もうほんとドミノだからな、これ。下手な倒れ方したら一気に崩壊するからね。ライダーたちは映像内でもずらっと並ぶことはあったろうけど、ミラーモンスターがこんな大集合することは多分ないよな。ほぼないと思うから、こういう光景作れるのはほんと収集冥利につきますね。公式 LINE もよろしくね。はい、というわけで今回はソードをくるんでくる仮面ライダー龍騎、ライダーとミラーモンスターを一通りざっくり紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。サムネ写真用にこうずらっと並べたんだけど、もうこれで締めた方がいいわと思って、場所がないからサバイブ関係入れてないんだけど、それでもこんだけ並べるとまあほんと圧巻ですね。かなり達成感はありますね。今回もほんとざっくりとした紹介だったんで、まだメインのレビュー動画を見ていない人はよろしかったらご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。よし、片付けよう。